こんにちは、ナミさん。素敵な動画を3本もいただきましてありがとうございます。で、今回のね、3本を、その、ぼやきというのは、まあ、いつも送っていただきて、あれはね、なんかナミさんの、この、普段の巣の形が見えていいなと思いますけども、まあ、巣の形が見えるって言ってもね、別に全部巣ですもんね。で、もう一つのがんの方はね、やっぱりね、私はね、自分のことだと思って聞いちゃいますよ。うん。やっぱ怖い。やっぱ、がんになるのは。 あの本当にね死んでしまったらその後のことを考えなくていいんですけども徐々に衰えていくってことを考えるとねうんなんか安でる気持ちになりますよね今でも私ねまだ五十肩が痛むんですよなぜかそろそろ治ってくる頃かなと思ったんですけどもやっぱ痛むんでなんか以前みたいにね機敏な動きができなくって嫌になっちゃうなと思うんですよこの右手はね結構動くんですけども左手がねこの機敏に動かなくって今は大好きな武術ができないんであの時にやっておけばよかったなっていうことが結構あります でね、今回クリスマスじゃないですかで子どものクリスマスははお父さんお母さんもらえたサンタさんありがとうでいいんですけど大人のクリスマスってね来年とか再来年のために自分にプレゼントする未来の自分にどんなプレゼントをするかってことが求められてると思うんですよねじゃあその中で未来の自分にどんなプレゼントをするかっていうとまあ体を壊さないような健康ってのも一つなんですけども将来稼げるようになるために今日から始めておくってやつは いいいいプレゼントになななるんんじゃないかなと思うんですよいや私ねそういう意味で言うと10年前によくネットビジネスを始めたなとその10年前の自分に感謝したいですよ「素敵なプレゼントありがとう」「50の俺こうなったよ」「お前のおかげだ」っていうふうにね10年前の自分にお礼がいたいですよねで10年前の私は将来の自分にプレゼントをしてくれたんでしょうねその時にでさらにね6年ぐらい前だと思いますけども FX を始めようと思ったのを 今のの私へのプレゼントなんですよだって FX をやれるようになったらアフィリエイトがどんどんね使えなくなっていくときに今度ね FX で稼げればもう言うことないじゃないかそしてその頃は YouTuber としても結構ねあの売り上げが出てきた時だったんで YouTuber としてもいけるんだけどもいや待って待って YouTuber はどう言っても定員があるぞとだって視聴者が発信者になったら見る人が減って放送する人が増えるから 安分されちゃゃうじゃんみたいな感じでね YouTuber としてはどっかで限界が来るなと思っていたんですよねまあ限界が来ないにしても大きな強い柱をもう一本取っておきたいなっていう時にやっぱ投資の世界だなと思ったんですよねその中で FX を選んだのは FX はもうテクニカルっていう理論の理屈が昔から変わってなくって全部学んだら終わりなんですよねで大学受験を経験した時にね私思ったんですけども5教科やるわけですよ テキストがそれぞれあって、参考書もそれぞれあって、模擬試験もそれぞれ対策をするんですよね。そうなったら、そんな膨大な量の勉強をして、希望の大学、定員があるところに入るのかどうかっていう勝負をくぐり抜けてきたわけですよ。少なくとも挑戦してきたわけですよ。それに比べたら FX はこんな薄いテキスト1枚をマスターすれば OK なんで、しかも FX の世界は定員がありませんからね。 それこそ今日中に FX のプロが1万人生まれても1人万人生まれても全く影響ないですからそう考えたらね FX を始めた時の6年前の私は今50歳になった私への大きなプレゼントをくれたんだなと思いますで今回はもうこの放送を見てくださるね皆さんにも同じような思いをしていただきたいかなと今日始めたこと今日始めたそのビジネスは一体か 将来のの自分へのプレゼントになるかかどうかですよねさすがにね FX ね5年やっててちんぷんかんぷんってことはないですよ5年やったら覚えるものはピシッと覚えて覚えたことをさらに復習してそしてそれを人に伝えれるレベルでマスターできれば私みたいなおせっかいはねもうね教えてあげるよって言いたくなっちゃうんですよだってこんなにすごいよみたいなねで FX の新しい勉強私すでにしてませんからね 今まで覚えたことの蓄積でそれをどんどん上積みしてるんでさらにさらに深く深く理解することができてるんですよでも通常勉強って新しい試験制度が決まった新しい課題提出の範囲が決まったっていうふうにどんどん広がっていくでしょだって定員があるからもっと難しくしないと定員が変わらないわけですから振るい落とすために試験やるわけですからねでも FX の方は振るい落としないですもう500年前に 発案されたテクニカルってもの基本的にねそれを学べばもう OK ですよだってね10回中9回勝ちたいわけじゃないんですよあの10回やって6回勝てればいいんですよ100回中51回勝てれば49回負けてもその差額の2でずーっと増えていくわけですよ資金があとはどれだけロットを積むかの差ですからねうんこれはね本当にこの簡単な仕組みを一人でも多くの方に伝えていきたいし あ本当にそうだったねっていう風に思っていただきたいんで私はねもうねサポートがね大好き <laughs> おせっかいなぐらい <laughs>、うん、家族もサポートしますけどね家族にもサポートするけどもでも熟成さんも家族ですからね特に即家塾は生徒さんがすごく増えちゃったんで細かいサポートが、うん、どこまでできるかなっていうところはありますけども FX オリガルヒに関しましては生徒さんねまだ23名ですからね だ30名ぐらいまではこの濃さでできますよ。いや100名まではできるかなと思いますけどもとりあえず30名ぐらいまではこの濃さでできると思うんでこの濃さとスピードでねでコンテンツもバシバシ更新してこれで分からないが分かるようになる人がいるだろうなと思うとワクワクしますね。そうやって将来はあの FX オリガルヒの中で生い抜きを集めてね専門学校ができればいいな投資助言業みんなで取りたいなとか思うんですよ。 50代のうちに私がやりたいことは大きく2つあります一つは政治家になることもう一つはせ投資の専門学校 FX に特化した専門学校ができるかな学校法人も取りたいこの2つですねこの2つがどっちか片方もしくは両方できたら50代は「俺やったぜ」みたいなねプレゼントを60代の自分にあげれるかなと思ってますいやー映画って本当にいいもんですねで最後にね 水野さんに締めてしまいますけどもナミさん今回素敵な FX オリガルヒの紹介動画ありがとうございます本当にここまでお付き合いいただきましてありがとうございました10年間ですよねこれからも20年目30年目とよろしくお願いしますじゃあありがとうございました